中丸君、はい、ありがとうございました。まあ、今のこともそうなんですが、やはり今回の、土砂の中でに瓦礫も含めて、まあ、ご自宅、流されたご自宅であると、あと車、そういった個人の財産、資産、これ勝手に廃棄したり当然できないわけでして、特に流された自動車等がですね、まあ現地のその初動も含めて非常に、まあこれは東北の震災の時も言われてたことではございますが、まあそういった個人財産、それから避難をある程度の一定のやっぱり強制力にいる場合もあると思うんです。そういう意味での個人の権利に対する制限、本当に非常事態の時っていうのはこういうのがいるんです。先ほど来申し上げていただいたように、現地のそういったチームは訓練と連携でしのげるところありますけれども、そういったものを含めれば、特にこの個人財産や個人の権利を一定の制限をかけるとなるとですね、これは法律だけではなくて、私は、まあ、戦後ずっと持ってきたこの日本国憲法、ここの部分をこの非常事態、緊急事態どうするのか、個人の権利、財産はどうなるのか、こういったことを含めて、これ憲法改正、本気で考えないといけない時期に私は来てるというふうに思いますし、まあ、もちろん我が党は自主憲法制定、これ当然でございますので、これだけに限らず推進してまいりますけれども、特にこの非常事態について、こういうことに関してはこれはやはり憲法に明確に謳うべきだと私は思います。古谷大臣、ご所見をお願いいたします。古谷防災担当大臣。御党が憲法改正、自主憲法制定を当然としていることはよく承知をいたしております。その上で、まあ、今回の災害についてですね、申し上げますと、まず車ですね、まあ、これは基本的に土に埋まれば、瓦礫と同様に価値がありませんので、通常の管理行為の範囲内で除去することが可能です。で、具体的にはですね、例えば、道路がその埋まった車、仮にそれがですね、若干の価値があるといった場合でも、応急措置を緊急に実施するために必要な場合はですね、市町村長が、その応急措置の支障となる、災害を受けた物件を除去することができるということが災害対策基本法の64条でも規定をされていますし、また道路管理者が災害の現場で物件を処分することができるという、これは道路法の68条だったかな、68条で規定をしておりまして、そういう対処が可能であります。また私有地で土砂に埋まった車両を他人が移動させ適切に保管をする行為が、車両の所有者が本来であれば当然取るであろう行為をですね、法律上の義務がないものが他人のために行う、まあ、民法上の事務管理に当たりますので、市町村がこういった行為を行うことが可能であります。いずれにしてもですね、そういったことはですね、非常、災害対策本部、私が本部長のもとでありまして、その指示のもとに現地の対策本部、本部長も存在しておりますので、そういったところとしっかり連携を取って調整をしていくということで対応させていただいております。中丸君、ありがとうございました。もうおっしゃる通り、現場での対応、時にその政府のご判断でやっていただかないと、いけないことは、あることは政治判断で行うというのは重々承知しておりますが、我々はやはり次の世代、次世代に対してきちんとこの国の形はどうあるべきか、どなたが政権を取られてもできるような形をするには、やはり憲法改正からは離れられないということを一言申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。